それは謎、それが謎、つかめないもの。それは謎、それが謎、つかめないもの。それは謎、それが謎。KISSFM がお送りしているバンディーズ What's Going On バンディーズトピックス、久々の登場の津田直美さんです。よろしくお願いいたします。はい、直美です。今回はね、はい、僕も見た映画についてねちょっと喋りたいんですけどね、もうロードショー終わってますけど、イエスタデイ、昨年ね公開になったダニー・ボイルという人が監督さんで、はい、リチャード・カーティスというイギリス人の脚本家の作品、ビートルズがテーマの、そうですよ ね、作品でした。見た人は分かるんですけど、あのストーリーがね、イギリスの、インド系イギリス人の男の子がおりまして、で彼がミュージシャン売れたい、そう売れたい、もう何も道でやってる、まあ、誰も見て、ああこう全然ね、まあこう見てくれない、で彼女が学校の先生、そうあなた頑張ってっていつも応援してるんだよね。俺もあかんねえ、いやそんなことないよ、そうそうそういう感じ、ちょっと応援してくれてるんですけど、ある日突然何か世の中にパニックが起こって、そう停電が起きる、12秒間だけ停電になる、全世界が停電、そう全世界が停電、そしてビートルズがなかったことになってる、そうパッて明かりがついたら世の中にはなぜかビートルズだけが存在していなかった世界になってる、ね、どういうことってちょっと思ってたんだけどね、ちょっとそこはなんか無理のあるストーリーなんですけど、まあ、ファンタジーですから、はい、で、その停電で彼は怪我して入院して出てきて歯を折って、歯前歯ない状態でこう出てきて、でギタープレゼントされて、イエスタデーと、そうビートルズのねイエスタデーだと、まあ、周りに友達が3人ぐらいいるんだけど彼女も含め、シーってなってるね、そんないい曲作れるの？そう終わった瞬間に誰も何も喋れなくなっちゃって、すごい素敵な、何を言ってんねや、これビートルズのイエスタデイ歌っただけやんか、ね、知ってるでしょ君も、知ってるでしょ、おちょこってんの、知らない何それって、そんな聞いたことない、ね、あなた天才じゃない、そういやいやこれは誰もが知ってる歌ですよ、知らない、でどこ行っても知らないから、そこから彼のサクセスストーリーが始まると、ビートルズをカバーしていくというね、そうカバーしながら、これはカバーじゃなく僕のオリジナルなんで、うん、ね、ね、もうでも人間あらかえしてから、ね、罪悪感があるわけですよね、そうそう、まずいなまずいなまずいなということ で、 でいつかジョン、じゃあポールとリンゴが訪ねてくる幻想があるわけですけどそうそう、だからビートルズがいない世界でどんな風になっていくかっていう、本当にファンタジーなんだけど、ちょっとコメディーもあったり笑えるとこもあったりとかして、うんうん、でもそのビートルの曲がその彼の歌声によって何回も再現されるっていう、ね、ですよね、面白かった、すごい、まあ、僕は音楽やってるからね、やっぱこうミュージシャンでよく話すのはやっぱり、まあ、僕なんかロックやから特にそうなんですけど、昔A曲が作られすぎてて、はいはい、出尽くしてるなっていうのがあって、なビートルズの曲やったら今でもやっぱり通用するよねって、今のテクノロジーでまた作るわけですからね、だってそのね、彼は俳優さんはそんなにめちゃめちゃ歌が、まあ、上手なんだけど、多分ビートルズファンの人が聞いたらなんやこのイエスタデーって思うぐらいの多分歌声だったんじゃないかと、まあね、まあ、あれは彼の味でいいと思うまあでも歌唱力はねちょっとビートルズは違いましたけど、それを聞いてもでも全くビートルズ知らない人もそれを聴いたらいい曲だと思う、うん、ビートルズが歌ってないにはかかわらずいい曲だと思う、うん、だから素晴らしい曲は不滅だっていう、うん、まあ、そこから入っていく、そうなんですよね、あの映画館行ってるとね、ボヘミアン・ラプソディとかもすごく、はいはい、やっぱちょっとね、リアルタイムで聴いてた人ばっかりがたくさん入ってるって感じだったんですけど、うん、まあ、いろんなやっぱビートルズさすが幅が広いですね、いろんな世代の人が見てました、やっぱりそのダニー・ボイルってね、うん、アカデミー賞も取った監督さんだし、うん、リチャード・カーティスもラブ・アクチュアリーとか、ノッティング・ヒルの恋人とか、うん、いい脚本いっぱい書いてるので、うん、映画ファンにとってはこのコンビっていうのもちょっとすごい嬉しいから、うん、多分映画ファンもいっぱい出たと思う、うんうん、さて、はい、最後に映画を見終わって残るものというのはちょっと忘れられないシーンがあったんですけど、ね、ラストシーンですか、ラストシーンね、びっくりしたね、あれまさかの、
そうなんですよ。もう公開された後だから言ってもいいと思うんですけどね、うん、そこを喋らないとやっぱりこう魂の部分がないですからね、はい、うん、なんとそう、あのジョン・レノンが生きていたという、生きていたパラレルワールドですよね、要はだから、まあまあ、映画だから、うん、まあ、ファンタジーなので、うん、ありかもしんないけど、うん、ジョン・レノンが生きていて、そのシンガーの彼が、うん、ジョン・レノンを訪ねて、うん、僕はこれからどう生きていったらいいのかなみたいなね、ちょっと相談を、ビートルズを記憶してる人が2人だけいて、うん、現れるんやね。そうそう、2人だけビートルズを知ってた人がいて、しかも個人的にも知ってたみたい で彼が歌うところに必ず来てて見てると、うんうん、で彼にしたら絶対糾弾される、怒られるって、自分が知ってたら誰かも、だって盗んで歌ってるわけだから、うん、本当は、うん、だけど、まあ、あの二人は本当にいい人たちで、うん、あれ泣けたらしいんですよ。ビートルズを知らない人たちに教えるためにもどんどん歌ってくださいって、うん、ああいう人になりたいわ、ほんまやね。で最後そのジョンがいるからということで言ったら、そのモッタナ俳優さん素晴らしい ねジョンやってよ、似てた、70歳にな、70を超えたジョンだって思って、そう、亡くなってなかったんやっていう、そうなんですよ。で彼は売れてなかったっていう話だと思う、ね、そう、彼ビートルズは売れなかったおかげで暗殺もされずに、そうそう、船乗りになってそうそうジョンが、そうなんですよ ねでもなんか悟ったような人になっていて、うんうん、すごくいいことをねラストシーンで主人公に言ってました、うんうん、でもなんかやっぱりあの売れても売れてなくても別に歌手であっても、うん、そのなんか船乗りであっても環境が人を作るんじゃなくって、うん、どんな環境でもどんな風に生きてきてもやっぱりジョンはそういう頑畜なることを言うっていう人生をちゃんとこう自分でこう作ってきた人の言葉ね、まあ、あの表面的にやっぱり成功したいっていうのはみんなその音楽もビジネスも何でもそうだけど思ってるんでしょうけど、実は心の中で豊かになるっていうことが幸せなんだという、ね、環境は関係ないっていうそういう話になってました ねどういうふうにあり方を自分で考えてどう生きていくか、うん、どんな職業でも、うん、誰と一緒にいてもっていう、うん、なんかそんな深い話、そう、すごい哲学の深い、そうそうそうね、だからまあ、公開が終わってこれからそのソフトになって、うん、こう静かに広がっていくんでしょうけど、その時にじんわりと名作になっていくようなそんな気がしますね、はい、はい、津田奈美さんありがとうございました。ありがとうございました。